この動画では、アルファをお使いのクリエイターの皆様にお話を伺い、アルファの機能や使い勝手などをお聞きします。今回お話を伺うのは、成形写真家及びビデオグラファーとして活躍中の北山照康さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、北山さんは、そちらのアルファ7S3 を成形写真で使っていらっしゃるとお聞きしました。成形写真というのは一般的にものすごくこう暗い中での撮影が多いと思うんですけれども、まあ、そういった中で北山さんはこうカメラの画質というものにどんなものを求めていらっしゃいますか？そうですね。まあ、今おっしゃいましたけれども、私がまあ撮影する成形写真は、もう大体こう自然風景と一緒に撮影するスタイルがまあ圧倒的に多いので、本当に周りがもう全く見えないような真っ暗な環境で撮影することが非常に多いんですけれども、はい、やっぱそういった暗い環境で撮影するときはどうしてもカメラをですね、高感度、ISO 感度、まあ大体1000のペグぐらいから、まあ2万5000のペグぐらいまでの感度にして、まあその感度の幅の中で、やっぱ選んでいくっていう撮り方になるので、どうしてもやっぱ高感度、ノイズとのもある意味戦いみたいな感じになってしまうんですけれども、まあそのカメラを感度高くした時に、まあノイズが出ない機種っていうのを非常に私はまあ求めるわけですね。で、あとまあもう一つ大事なことなんですけど、まあ成形写真は、もうほとんどロー現像ですね、を経て作品にしていくので、JPEG を撮って、そのまま作品にしていくっていうことをほとんどやらないんですね。で、このロー現像した時に、やっぱりそのすごい暗いデータは明るくしなきゃいけないし、少し明るい夜景が映った時には、その明るい夜景の部分だけを落としたりっていうことで、その明るさの調整をすごく細かくやっていくわけですね。で、その時やっぱりダイナミックレンジが広いカメラの方が、暗いデータもより明るくできるし、白いデータも必ずそこにデータが残っていて、復元することもできるということで、まあ、次に求めるのはやっぱりダイナミックレンジの広さかなと思います。はい、では1枚目の作品なんですが、こちらは星空と菜の花を組み合わせた写真なんですけれども、はい、どういったシチュエーションでこちらは撮影されているんでしょうか？そうですね。これは長野県の南信州のところですね。はい、で、ちょっと南信州からさらに車で1時間ぐらい行った、この山の中の本当に小さな村の、はい、菜の花畑なんですよね。で、まあ、本当に現場をご案内したいぐらいなんですけれど、うん、本当にこう手を取って歩かないとですね、人と一緒に歩けないような、本当に真っ暗な、ヘッドライトがないと歩けないような真っ暗なですね、環境で、本当菜の花畑があるっていうのも、ライトを照らして初めてわかるような、そんなに暗い場所なんですよね。で、まあ、日本でもやっぱなかなかそういう場所っていうのはまあ珍しいんですけれども、やっぱ私が撮影に行く場所っていうのはそういうところが非常に多くて、やっぱそういったところ、まあ、暗い場所で撮影するってなるとですね。まあ、先ほどのその感度の部分なんですけど、本当に6400以上になってくるんですが、うん、まあ、この作品に関してはですね、ISO12800 という、うん、もう本当に5桁台というか、すごく感度を高くして撮ってますね。はい。すごいこう、感度が高いからこそ、こう、可能になったショットなんですかね、やっぱりこういった写真は。そうですね。はい。この写真に関してはもうまさしくそうですね。で、はい、従来なんですけど、はい、こういう、まあ、場所に行って作品を撮ろうと思った時に、はい、やっぱりそのなかなか感度を、まあ、高くして撮影が、はい、まあ、できないので、はい、そうするとどうなるかでもシャッタースピードをですね、はい、まあ、長くしないといけないっていうことで、はい、まあ、昔やったら多分6400とかにして、30秒ぐらいシャッターをですね、開けて撮影を、まあ、しなきゃいけなかったんですけど、うん、そうするとどうしても、この作品に関しては、こう、菜の花が、どうしても風で揺らいでしまって、うん、はい、はい。で、30秒間シャッター開けてると、その菜の花の揺らぎというのがですね、すごくこう目立ってしまうんですよね。で、やっぱ星空と一緒に撮った時に、菜の花のその動きっていうのに、まず目が行ってしまうと、まあちょっと写真としては面白くないかなというところで、はい、私としてはできるだけその天の川の存在感を見せたいので、なるべく菜の花の動きは止めたいなと、やっぱ思うんですけど、従来はそれができなかったんですよね。で、やっぱ α7S3 になってから、その高感度にしてもノイズが少ないっていうところで、シャッタースピードもこれ8秒っていう。あ、そうなんですよ。はい、星はすごくこの写真止まってるんですけど、菜の花がちょっと動いてるので、もうどのぐらいのシャッタースピードだったのかなっていうのはちょっと気になってたんですけど。はい、これ8秒なんですね。8秒。8秒です。で、やっぱ8秒でも、まあ、そこそこ長いんですけど、まあ、この写真の通り、その菜の花の動きがわーっとこう激しく動くかっていうと、うん、まあ、8秒なので、まあ、ある程度こう、まあ、止まってるものは止まって映ってくれるので、菜の花の存在感をね、まあ、出せるわけですよね。うん、はい。
はい、こういう撮影は従来できなかったので、非常にこう、はい、アルファ 7S のいいところかなと思います。ものすごい暗い中で撮影されたと今おっしゃっていたんですが、はい、結構菜の花の色がすごい綺麗に、菜の花だなってわかる、はい、しっかりこう色が出ていたので、それもやはりこう、何かこうカメラの力っていうのはあるんですか？いや、あると思いますね。やっぱ従来、やっぱ高感度にするとどうしてもそういう色が少しこう、うん、なんて、まあ、ちょっとこうトーンが落ちてしまったりとか、はい、本当はもっと鮮やかなものなのに、うん、なんかとちょっとこうくすんでしまったりっていうのは、うん、もう昔のカメラではよくある話だったんですよね。うん、で、結構こう、まあ、サイドを無理やりに上げたりとかの表現として、うん、まあ、なんとか復元ってなるんですけど、うん、やっぱそういう手間暇がこの α7S3 に関してはほとんどなくて、本当に高感度にしても、もう綺麗な色で出てくれますので、うん、私がこう見た、その菜の花の印象に非常に近い、いい状態で撮ってくれるので、うん、はい。ありがたいですね。こちらはですね、夜空と鉄道という写真です。星が上の方に一つあるんですけども、そちらがこうよく見ると全然流れていないんですよね。さらにすごいのはこう、鉄道がですね、ぴったりこう止まっている。もうこんなに暗い中なのに、どういうことなんだろうって思ったんですけど、こちらは、はい、はい、いかがでしょうか。はい、この作品は能登鉄道ですね。はい。ご存知の方は、まあ、知ってると思うんですけれども、で、この作品、私の中でかなりですね、挑戦的な作品ですね。従来、もう、撮る発想もなかったような作品なんですけど、成形写真のその星の要素が非常にこう少ないなと多分思われたと思うんですけど、これ映ってるのがですね、大犬座のシリウスっていう星ですね。はい、星にお詳しい方だったら、ご存知なんですけど、これは全天にある星の中で、まあ、一番明るい星と呼ばれてます。まあ、つまり、一番最初に見られる星ですね。より暗くなってくると。はい、で、まあ、この星を、私は実は星の中で一番好きな星で、この作品をこう、テーマにこう、作品を実は撮っているんですけれども、はい、よく見るとですね、夜星を見てると、そのシリウスが明るまあ、夜暗くなってきて、シリウスだけが、こう、空にこう、浮かび上がってくる、まあ、シリウス先がこう見える時間帯っていうのが、実はその夜の中で数分間ありましてですね、うん、その他の星はまだ暗くなってないから見えてこないけど、シリウスだけは見えてるって。その瞬間に私がふと思ったのが、この状態の写真、この状態で何かこう作品が作れないかなっていうのを考えたことがありまして、うん、まあ要は暗くなる前の、ちょっとこう薄明の時間帯の中での作品なんですけど、はい、で私がこうふと思った時に、こう、α7S3 を手に取って、まあ、好感度強くなったので、もっともっと速いシャッタースピードで撮影できるんじゃないかなと。で、速いシャッタースピードした時に、シリウスだったら映ってくれるんじゃないかなっていう。なるほど。はい。もう思い出して、で、速いシャッタースピードで、ま、切るっていうことで、まあ、従来その、撮る発想がなかった動きものですね。はい。動いたものをこう、速いシャッタースピードだったら止められるので、その止めた状態でシリウスだけを映すことができるんじゃないかっていう。もう頭の中のそのイメージで、ロケハンをしてですね、要はそのシリウスが、いる方向で、そのいる方向に走ってくる鉄道っていうその位置関係で、ベストなところはないかなと思って、まあ、行き当たったのがその能登鉄道ですね。もうこれはもう ISO2 万ですからね。ね、2万。で、60分の1秒という。非常に速いシャッタースピードですね。まあ、鉄道を止めるのに、そのシャッタースピードが必要になるので、まあ、逆算して ISO2 万という選択になるんですけど、まあ、従来は2万なんか当然ね、選んでしまったらノイジーな作品なので、世に出せるものではなかったんですが、やっぱ2万にしてもこのクオリティっていうのが、もう本当にびっくり、衝撃かなと思いますね。本当すごい滑らかで綺麗で、とても美しい写真だなと、本当一目見て思いました。はい、こちらは夜空と、暗い森のような写真なんですけれども、はい、こちらどういった作品なんでしょうか？はい。まあ、成形写真でね、こんな真っ暗な風景ね、普通撮らないんですけれどもね。はい。これは実は撮影時もこの、ロート JPEG で撮ってて、このデータは JPEG 撮って出しの、まあ、データになりますね、はい。で、ロー限度した後のデータも今回ご用意してるんですけど、はい、そちらをご覧いただくとですね。おおはい。やっと何が映ってるか、ね、分かったかなと思うんですけど。なんと。はい。これは桜が。そうなんですよ。桜の木が。実はこの森の中にですね、桜の木がドーンとあるっていう場所が南信州にありまして、はい、まあ、非常にこう、ロケーションがね、まあ、面白いこう風景なんですけど、どうしてもこの場所、街灯もなければ、本当に街も近くにこうね、明るい建物もないので、本当に普通に撮影するとこんな感じで真っ暗になってしまうんですよね。はい。で、こうやっぱこういう風景、全国的に、まあ、いろいろ行くと巡り合う、まあ、風景なんですよ。こう真っ暗な環境ってのはあるんですけど、まあ、そういった時で星の写真撮ろうとすると、
私もやっぱ風景を撮るか、まあ、星を撮るかっていうどっちかになってしまって、まあ、今後も作例のように、星空の露出に合わせて撮影すると、どうしても風景が真っ暗になってしまうと。で、風景明るく撮ろうとすると、どうしてもシャッタースピードを長くしなきゃいけないので、その分、まあ、星が動いてしまって、星が点から、まあ、星になってしまう。ああ、なるほど。はい。なので、まあ、従来もうどっちかを撮るかみたいなことしかできなかったんですけど、まあ、アルファ 7S3 に関しては、その高感度にしても、まあ、ノイズが少ないので、本当にあの感度を高くして、シャッタースピードを短くすると、まあ、地上の風景も明るく撮れるし、地上の風景もそれなりに明るく撮れるし、空も、まあ、点灯で撮れるよってことができるわけですね。で、まあ、このように、暗いシーンでも、まあ、アルファ 7S3 だったら、ダイナミックレンジが広いので、後でですね、ローゲンドすることによって、その、ちゃんと風景のデータも復元できるので、まあ、撮影した時に、これ暗いなと思っても、まあ、後でどうにかできるっていう、撮り方ができるようになったわけですね。すごい、衝撃的な。衝撃的な一枚。で、はい、本当によく見ると、その、ね、暗いところをすごく起こしていらっしゃると思うんですけれども、はい、その桜の木の感じ、色ですとか、はい、すごく自然に綺麗に出ているように見えるんですけれども、はい、そのあたりもいかがですか？そうですね。はい、先ほどの菜の花の桜もそうなんですけれども、はいはい、やっぱりこのダイナミックレンジ広いカメラだと、まあ、その、後で暗いデータ明るくした時にも、そういったものの、まあ、本来持ってるその色が、ちゃんと復元ができると。まあ、ちょっとその、くすんだりとか、そういったものがなくて、桜本来の美しいピンク色とか薄ピンク色がちゃんと写真に現れてくれるので、はい。やっぱ α7S3 ならではかなと思いますね。これまで見せていただいた作品は、そちらの20ミリで撮影されているものが多かったんですけれども、はい、こちらのレンズの魅力っていうのを教えていただけますか？そうですね。まあ、私の場合自然風景として星を写真を撮るので、どうしてもやっぱり車降りてから、徒歩で1時間もしくは2時間歩くみたいなのが必ず付きまとってくるわけですね。はい、なので、やっぱり求められるのは、機材をなるべく軽量に、そして小型にしたい。そうすれば他のね、いろいろ赤道儀とか一緒に持っていけるので、やっぱカメラレンズ一つにしてもなるべく小さいものっていうのがすごく大事なんですけど、この20ミリに関してはね、その本当に見ていただくとわかるんですけど、非常にこうコンパクトで、で、重さも非常に軽いので、はい。まさしく私が求めていたサイズ感、そして重さのレンズですね。すごく小さいですね。すごく小さいですね。はい、で、まあ、かつ F1.8 なので、はい、非常に明るいので、まあ、成形写真の撮影で非常にこう、使い勝手のいい F 値なので、本当にすごく、まあ、多い頻度でね、使っていますね。最近発売されました。はい。14ミリなんですけれども、こちらの方はいかがですか？そうですね。はい、もうスペックもですね、本当に14ミリの F1.8 ってまさしく星を撮るために作られたレンズなんじゃないかと思ったわけですけど、やっぱりどうしても星空の、まあ、星空風景、まあ、撮影しようとすると、例えば広い画角で撮影する方が星空もたくさん撮れるし、地上風景も広く撮れるので、やっぱどうしても広角っていうのは非常に有利なんですよね。こちら14ミリで。そうですね。はい。はい。縦構図で、こう、今まさに南の空に南中した天の川っていうのを映した作例で、そして、その天の川の一番中心部分のちょっと左下にこう富士山がドーンとね、あるっていう風景で、はい、まあ、これの作品に関しては、富士山にこう登っていく、あれ、御来光ですよね。おそらく見るためにこう、夜中登っていく登山者の明かりと、こう夏の天の川のね、銀河から、そして夏の大三角形までっていうことで、はい、実は要素としてはこの夏、夏っていうのをすごい一つの画角の中でいろんなね、詰め込んだ作品で、はい、やっぱこういうふうにこう、広く天の川撮りたいなっていう時には、14ミリっていう画角はね、もう必須になってくるんじゃないかなと思いますね。はい、ね、これ解剖で撮られていると、はい、拝見してさっき、すごい驚いたんですけれども。はい。そうですね。F1.8 開放で撮影してまして、はいはい。で、やっぱ開放にするとどうしても気になるのがその周辺の画質ですよね。で、拡大してみるとわかるんですけど、うん、これ本当に F1.8 開放なんですけど、周辺の原稿地もですね、うん、ほとんどなければ、うん。すごい。そう、星がこう変にね、周差が起きて。本当ですね。流れちゃうみたいなこともないので、非常に綺麗な点像で撮れてますので、うん、やっぱなかなか開放で使いにくいレンズっていうのも当然ある中で、はい、この14ミリの F1.8 に関しては非常に、優秀なレンズなんじゃないかなと。アルファ 7S3 にはですね、クリエイティブルックという機能があるんですけれども、はい、北野さんはそのクリエイティブルックどういったものをお使いになることが多いですか？そうですね。私は結構サイドを強めに撮ることが多いので、はい、その選ぶのは VV2 っていうのを選びますね。はい、まあ、結構星空って
赤い星もあれば、うん、まあちょっと青白く輝く星もあったり、うんはい、先ほどお見せした天の川なんかだと、うん、中に実は三光星雲っていう、うん、ちょっと赤色っぽく映る星雲がですね、はい、点在してたりとかで、うん、結構星空って、肉眼で見る以上に色鮮やかなんですよね。で、まあそういうのをこう撮影するときにどうしても色を出したいなってときは、なるべく再度コントラストを高くした方がいいので、まあ選ぶのが先ほどの VV2 を選ぶことが多いかなと。はい。何か他にもありますか？お好きな、この辺も。そうですね。はい。まあ、なかなかローのレタッチで自分のその好きな色を出してくって、多分やっていくと難しいというのがね、わかると思うんですよ。で、私も実際、やっぱそういうことを行き当たる時もあって、まあ、これらの中で、やっぱ自分が、こう、なかなか普段たどり着かないものっていうのもね、結構やっぱあるわけで、例えばその SH なんか、まあ、結構透明感がね、すごく強いですよね。多分、ああいうのはなかなかロー現像でやってみようっていう、のが、まあ、従来なかったものなので、まあ、ああいうのちょっと選んでみたいなっていうのは、今後ありますね。なるほど。α7S3 といえば、動画性能が大変優秀なんですけれども、はい、北山さんはこちらの α7S3 を使って、成形動画も撮影されているということで、はい、今日は作品を、はい、拝見できるということで、ちょっと拝見したいと思います。はい、こちらは南伊豆で、はい、撮影している動画なんですけれども、はい、はい、灯台がね、綺麗に映っていて。すごい、なんか星も光ったり、そうなんです。なんか波のこう、キラキラが、ちょっと写真とはやっぱり違う感じで、はい。不思議な感じで美しいですね。そうですね、もう本当に肉眼で、やっぱ夜ね、星空見ている雰囲気っていうのが、まさしくこういう月明かりに照らされている海面だったりとか、はい、灯台のね、ちらつきとか、ああいうのはまさしく夜のならではのね、光の動きですけれども。キラキラしてる感じが。はい。星のね、こう輝きの感じも、やっぱり写真よりもちょっとこう動画だと動きがある分、なんかすごくこう分かりやすく。そうですね。キラキラしている感じ、ちらついている感じっていうのは、こう静止画では表現できない世界観かなと思うので、やっぱ動画ならではかなと思いますね。灯台が光ったり、すごい。そうですね。ちょっと不思議なでも空気感で。はい、明るいんですね、でも、なんかこう。はい。月明かりを使って撮影しているので、はい、結構満月2日前ぐらいの明るい月を使って撮影しているので、はい。地上風景も明るく撮れてますね。あ、そうなんですね。はい。まあ、初めて、こういうのをチャレンジしたいという方は、はい、まあ、いきなりこう月明かりがない時よりも、まあ、月明かりがある日に撮りに行って、まず風景と星空を動画で撮る練習をしてから、本当に星空が暗い日に行って、本気の、まあ、作品撮りをするっていうのがいいかな。なるほど。それがコツですね。はい。ちょっと私もチャレンジするときは、その教えを、はい、守ってやってみたいと思います。はい。はい。もう一つ動画がある。そうですね。こういう動画で面白いのが、こう、流れ星が流れる、はい、瞬間の動画っていうのもね、面白くて、はい、まあ、流星群とか、季節ものありますけれども、うん、そういったときにこの α7S3 で空に向けて、動画ボタンをポチッと押しておくと、はい、こう、肉眼で見た流れ星が動画で記録できるよっていう。いいですね。はい。そういうのもね、チャレンジできる機材なので、はい、ぜひ皆さんやっていただきたいなと思います。その他、α7S3 で気に入っているところなんかがあれば、ぜひ教えてください。はい。はい、そうですね。まあ、成形写真の撮影とかです。赤道儀も一緒に使って撮影すること非常に多くて、うん、はい、はい。そういった時にやっぱりこの液晶モニターがですね、このバリアングル液晶になっていることによって、はい、そうですね。はい。こう赤道儀の動きに合わせてカメラってすごくおかしな格好になったりするんですけど、その時こうモニターを確認でき、まあ、確認しやすいという、メリットがね、ありますね。はい。はい、まあ、天体望遠鏡などの撮影でも、まあ、同じことが言えますね。なるほど。そうですね。アルファの全部のシリーズでバリアングルというわけではないので、確かにこの 7S3 も。そうですね。衝撃でしたね。はい、はい。で、あとそのメニュー画面もですね、マイメニューの、設定がすごく細かくできるようになりまして、まあ、マイメニュー1とかマイメニュー2っていう形で分けられるようになってですね、その、例えば私の場合は1に、こう、静止画でよく使う設定を割り当ててて、うん、はい、で、マイメニュー2に関しては動画でよく使う設定を割り当ててるので、はい、本当に暗い中でこう、ボタンを押してこう操作するってすごく煩わしいんですけど、こう、メニューボタンを押してすぐこう、使いたい機能にアクセスできるっていうのは、使い勝手良くなったかなと思いますね。今まで作品を見ながら、こちらの α7S3 についてお話を伺ってきたんですけれども、ズバリ、こちらの α7S3、北山さんにとってどんなカメラでしょうか？そうですね。まあ、成形写真撮影っていうと、どうしても高感度にして撮影しますし、まあ、本当に暗い中で、情景豊かなものをですね、なんとかしてこう記録したいなっていう時にですね、やっぱりその高感度にしてもノイズが出ないし、まあ、ダイナミックレンジが広いので、そういった暗いシーンへ、での作品作りっていうのがね、できるようになったので、やっぱ今までちょっとあそこが暗すぎて、なかなか撮りに行くの難しいかなと思ってた撮影地とか、もちろん
海外ですね。海外とか行って、本当に空が暗いところに撮影するとか、まあそういった時にですね、この α7S3 があると、いろんな場所で、こう自分の思い描いた作品作りがね、できるようになるんじゃないかなと思ってますね。はい。はい。これからも北山さんがその α7S3 で撮られた作品を楽しみにしております。はい。いろいろね、ちょっと頭も使いながら、今まで撮ったことがないような作品をね、撮っていきたいなと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。